何かいるぞ。共に戦って勝てる相手じゃない。さっさと逃げるぞ。逃げるぞ。一発だったな。さすがにここまでは。しつこいやつだ。早く逃げるぞ。逃げるぞ。行ったか。ふぅ、危ねえ危ねえ。なんとか振り切ったな。しかしなんだってあんな魔物が城の地下なんかに。とにかく作業急ごうぜ。助かったか。やれやれ、こんなところにいたら命がいくつあっても足りねえ。見つけたぞ悪魔の子だ。おいおい、マジかよ。逃げるぞ勇者様。
やられたな。いたぞ、この先だ。くそ、もう追っ手が。いいか、よく聞くんだ。ここで捕まったらお前も俺も長くは生きられねえ。行くぞ。俺は信じるぜ、勇者の奇跡ってやつを。おい貴様ら、何をするつもりだ。俺の名前は神、覚えておいてくれよな。起きろ。おい、起きろよ。よう、ようやくお目覚めか。ここはデルカダールの外れにある教会だ。お前、あれからずっと気を失ってたんだぜ。勇者の奇跡ってやつを信じて崖から飛び降りたが、どうやらその賭けには勝ったらしい。たか、何が起きたかわからねえが、気づいた時には無傷で崖下の森の中さ。大したもんだな、勇者ってのは。さて、これでお前も俺も仲良くお尋ね者ってわけだ。
のんびり休んでるわけにもいかないが、まずは俺たちを助けてくれたシスターに礼を言っておくとするか。あら、旅の方、お連れの方のお体はよろしいのかしら。なあ、もうバッチリさ。あんたのおかげで助かったぜ。よかった、それは何よりです。ですが、お気をつけて。先ほど不穏な話を耳にしました。何でも凶悪な囚人たちが牢を脱走し、この辺りをうろついているそうです。一体どんな恐ろしい人物なのか。そいつは大変だね。それで、その町の様子はどうなっているんだ。町はなんとも物々しい雰囲気です。逃走中の二人の囚人を追って、兵士の方々が懸命に探されています。それに、あの大英雄グレイグ将軍までもが、囚人が来た医師という村への道を封鎖しに、自ら南の渓谷地帯へ出陣されたとか。あら、ごめんなさい、不安にさせてしまったわね。大丈夫、きっとすぐに悪人は捕まりますよ。それまではこの教会を宿と思って、お好きに使ってくださいな。なあ、そうだな。すまないが、少し世話になるぜ。外の風にでも当たりながら、これからのことを少し話さないか。医師の村、聞いたこともないが、あの渓谷地帯に村があるとは驚いたな。お前はそこの出身なのか。村のこと気になるだろうが、早まるなよ。今来た道を戻ったところで、グレイグの野郎に捕まるだけだ。奴に見つからず医師の村に行くには、別の裏道を使うしかない。俺ならその道を知っている。なんだったら、案内してやってもいいぜ。だが先に俺の用事を済まさせてくれ。デルカダールの城下町に忘れ物があってな。そいつを取り戻しておきたいんだ。牢から連れ出してやったんだ。それくらいの頼み、聞いてくれてもいいだろ。よし、決まりだ。けどこのままじゃちょいと目立つな。待ってろ、適当なもん探してきてやる。ほら、こいつを着て顔を隠しな。兵士どもが待ち受ける城下町に、そのままの格好じゃ戻れないだろう。お尋ね者らしくなって箔がついたじゃねえか。それじゃ、北に向かって町に戻るぞ。どうやら予言によると、俺はお前を助ける運命にあるらしい。改めてよろしく頼むぜ、勇者様。
俺たちの勝ちだ。おととい来やがれ。俺たちの勝ちだ。終わったな。よっしゃ。
俺たちの勝ちだ。終わったな。
たちの勝ちだ。おととい来やがれ。俺たちの勝ちだ。
上の城下町とは違う雰囲気で驚いたろ。ならず者たちが暮らす吐きだめ、ここもまたデルカダールの一つの顔さ。1年前、俺は相棒のデクと協力し、古代からデルカダール王国に伝わる秘宝レッドオーブを盗み出した。まあ下手を打って捕まりはしたが、あらかじめオーブは後から回収できるよう安全な場所に隠しておいたのさ。まっすぐ進んだ先に城下町のゴミを集めたでっかいゴミ捨て場がある。その奥を掘り返してオーブを埋めたんだ。やつら自分たちが出したゴミの中に自分たちのお宝が隠されてるなんて夢にも思ってないだろうぜ。さあさっさと回収しに行こう。ゴミ捨て場はこの奥だ。着いたぜ、ここだ。すぐにオーブを回収するから、お前は邪魔が入らないよう見張っててくれ。間違いない、確かこの辺りに。ない。バカな、なんでないんだ。この場所を知っているのは俺とあとはあいつくらいしか。まさかデクの野郎、オーブを持ち逃げしやがったのか。くそ、デクの野郎、見つけ出して締め上げてやれ。お前にもあいつを探すの手伝ってもらうぜ。デクの足取りを追うんだ。この先に俺たちが昔ねぐらにしていた下宿がある。2階建ての建物だからすぐに分かるはずだ。まずはそこへ行くぞ。
いな。全く変わってないぜ。ここは俺とデクが盗賊だった頃、随分と世話になっていた下宿なんだ。おい、おかみ、おかみはいないか。俺だ、神だ。聞きたいことがある。おかみは留守か。弱ったな。あの人ならデクの居場所が分かると思ったんだが。まあ焦ったところで仕方がないか。まずはおかみを探し出してデクの居場所を聞き出そう。お前は町の東側にある日の宮蔵からおかみを探してくれ。おかみは見ればすぐに分かるぜ。この辺じゃただ一人の赤髪だからな。俺は別の場所を探すとするぜ。行け、帰れ。神はどこに行ったんだ。お前の方はどうだった。おお、ふくよかな赤髪のおばちゃんが下宿の方に向かったんだな。なら話は早い。早速お神に会いに行くぞ。よう、おかみ、久しぶりだな。ん？いらっしゃいまし。今日はお泊まりかし。あんたまさか、神ちゃんかい？城の連中に捕まってたんじゃないのかい？ひょっとして、城下町を騒がせてる脱獄衆ってのは。
どうやら訳ありみたいだね。やれやれ、相変わらず危なっかしい子だよ。そう言うなよ、あんたに迷惑はかけないさ。デクの野郎を探してるんだ。どこにいるか知らないか。おやまあ、懐かしい名前だことけど、最近この辺りじゃ見かけないね。なんでも城下町のお城の近くで店を始めて、ずいぶんと忙しくしてるらしいよ。羽振りが良くて結構なことさ。おいおい、店を始めるったってあいつそんな金持ってなかっただろ。しかも城の近くといえば一等地じゃねえか。いや待てよ、まさかオーブを。おっと、他人の事情には首を突っ込まないのがこの町のルールだ。これ以上知りたければ自分で聞いてみるんだね。そうだな、礼を言うぜ。おかみ、行こうぜ。デクが城下町で店をやってるだと？あの野郎、俺とオーブを売りやがったんだ。死に上げてオーブの行方を吐かせてやれ。城下町はあの門を越えた先だ。邪魔な門番には金を握らせるか。だが旅立ち前に余計な出費は避けたいな。そういえばあの門番犬に弱いんだっけか。なら誰かに犬を借りて突破しようぜ。目指すは城下町、城の近くのデクの店だ。止まれ。ここから先はデルカタール王国の民が住まう町。怪しいものを通すわけにはいかん。勘弁してくれ。犬だけは、
いるだけは。おい、やったな。今のうちだ。城下町の城の近くにあるデクの店へ行こうぜ。なかなかいい店じゃないか。いらっしゃい。うちで扱ってる品はどれも全部一流の品物よ。じゃあ一流の宝石、例えばオーブなんかも扱ってるのか。あ、兄貴、久しぶりだな、デク。兄貴、カミューの兄貴、お化けじゃない本物の兄貴だ。こっちでよかった。ずっと心配してたんだよ。おい、ひっつくな。離れろ、むさ苦しい。ねえ、ったく調子のいいこと言いやがって。この店だって俺を裏切ってオーブを売った金で始めたんじゃないのか。裏切るわけないよ。兄貴のことは一日だって忘れたことなかったよ。店も兄貴を助けるために始めたんだから。は？俺を助けるため？なんだそれ。大体元盗賊がやってるにしては随分立派な店じゃないか。私、盗みの才能はいまいちだったけど、商売の才能はあったみたいよ。兄貴が捕まって、なんとか命だけでも助けようといろいろ考えたのよ。ほっといたらどんなひどいことされるか。だから私、オーブを拾ったと嘘ついて王様にオーブを返したのよ。それでもらった賞金で商売始めたのよ。商売で稼いだ金は城の兵士にばらまいて、兄貴が早く出てこられるよう裏から手を回したってわけ。牢の床にでかい穴を開けても見つからなかったのはそのせいか。妙に監視が緩くて気になっちゃいたが。でしょ、でしょ、
きっと私の渡した賄賂が牢の兵士たちにも聞いていたんだよ。わかったよ。疑って悪かった。礼を言うぜ相棒。兄貴、わかってくれて嬉しいよ。けどな、俺でオーブは行方知れずか。それなら大丈夫、安心しちゃってよ兄貴。ちょっと店の外までついてきて。どうしたんだよデク、何に安心しろって言うんだ。私、国にオーブを返した後も人を使ってオーブの行方ずっと追ってたのよ。兄貴が大事にしてたのを知ってたからね。オーブはグレイグ将軍が南のデルカダール神殿に移して厳重に守ってるらしいよ。デルカダール神殿だって？うん。確かデルカダール神殿はここから南東、お前の住んでた石とかいう村も多分同じ方角だな。なるほど、手間が省けてちょうどいい。早速デルカダール神殿に向かうとするか。デク、お前も一緒に来るか。残念だけど行けないよ。商売始めた後私嫁さんもらって、それに店のこともほっとけないよ。そういやお前は昔から商売やりたいってよく言ってたもんな。分かったよ、嫁さんを大事にしろよな。それじゃあ足がつかないうちに出発するか。デク、世話になったな。達者で暮らせよ。兄貴も元気でね。あと連れの人も。私の分も兄貴のことをよろしく。南門は兵士だらけで突破は無理だな。グレイグの部下が相手じゃ賄賂を握らせてってのも難しいだろう。仕方ない、遠回りになるが、デルカダールの丘の南の裏道を抜けてデルカダール神殿へ向かうか。ついでに医師の村にも寄っていこう。というわけで一度仮装に戻るぞ。兄貴、あっちから行くって言うならくれぐれも気をつけてよ。あの先に広がるナプガーナ密林は迷い込んだら二度と出られない危険なジャングルって話なんだよ。噂に聞く秘境ナプガーナ密林か。だが道はそれしかないんだ。上等だ、やってやるさ。